宮野前廃寺跡が乱禅系左に、本堂跡、右奥に、塔跡。宮野前廃寺跡は、広島県福山市蔵王町にある古代寺院跡、国の史跡に指定されている。奈良時代から平安時代にかけての仏教寺院遺跡で、現在では、地元の蔵王八幡神社のある、丘陵南斜面中腹にある山道脇に位置する。 1950年及び1967年に行われた発掘調査によれば、東に塔を廃し、西に近道を廃する放棄寺式と呼ばれる、ランの寺院で、塔跡は一辺12.7メートル、高さ1.2メートル、近道跡は東西24.9メートル、南北14メートルであったことが確認された。また、出土遺物には、奈良、 平安時代の数種類ののき瓦、鬼神は古女、クリス君などの文字を引刻した丸瓦、平瓦、戦仏などがある。現在では、山道が東跡と近道跡の間にあるが、遺跡の残存状況も良好であるため、1969年に国の史跡に指定されている。宮の前廃寺は、その名の通り仏教寺院として存続しておらず、神社の境内に位置している。 かつては、改造寺の名の寺院であったと言われ、日本原域にある、深活し、法流寺が乱園儀並びる士財町に見る、深活層などの文献にある、集落付近に建立されていたと考えられている。これは、当地が、貧乏国の国府の外交として栄えていた、深活湾岸の港が存在していたとされており、立領時代の貴重な遺跡と言える。ありがとうございます。